だいぶ腫れも引いてきたし、もう照明は普通にして大丈夫だよ。あと舞台が狭いから、いつもより前の方でやった方がいいと思うの、兄様。あ、いえ、睦月さん。どういたしまして。舞台は小さいんだから、もうちょっと小回りを利かせないとダメだよ。そういえば、客席に知っている人がいたの？なんだか、チラチラと見ていたみたいだったけど。え？本当？前となんか雰囲気が違うから、わからなかった。もう追っかけがいるなんて、すっかり有名人ね。
本当。あの二人ってこっちが恥ずかしくなるくらい仲がいいよね。違うよ。一緒にいるからこそ嫌な部分もいい部分も見えてくるわけじゃない？それをひっくるめて相手のことを理解してあげられるってすごいって思うよ。おはよう。キャーキャキャひどいです。キャ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 ちなみに今の威力は1万分の1なんですって。兄様、悪役みたい。おはよう、むつみくん。
何？朝から変な声を出したりして、みっともないわね。それはもちろん、むつみくんを迎えに来たからに決まってるじゃないの。ええ、頼まれた覚えもないけど、来たらまずかったかしら。さてと、こんなところで無駄話をしている余裕はないわね。ほら、学園へ行くわよ。ぐずぐずしない。それじゃ、よろしくね。何してるの？早く自転車に乗ってこぎなさいよ。高速では禁止されていないし、風紀的に見ても私がしなさいと命令してやらせる分には OK よ。ねえ、むつみくん？運転中に変なこと考えてちゃダメよ。そう？それはそれで、ちょっと悔しいわね。ああ、それなら灰原さんから聞いたのよ。没収した品を返してあげるのと引き換えにね。
それにしても意外だったわね。むつみくんが女装趣味だったなんて。冗談よ、冗談。それは構わないけど。あ、そうだねえ、むつみくん。それじゃあ、今度、女子の制服着てみない？へえ、そんな。別に、委員会室で私にだけ見せてくれる分には大丈夫よ。チェー、つまんないの。つまんないから、いたずらしちゃおっかな。こらこら、ちゃんと前向いてこがなきゃダメだぞ。当たり前じゃないの。女には7つの顔があるんだから。うん、ひょっとしてここが当たり？一突きするだけでメロメロのふにゃふにゃになってしまう伝説の萌えツボを探してるのよ。あら、それは私に対する挑戦と見ていいのかしら。こら、蛇行運転は禁止よ。
何？どうしたの？ブーン、むつみ殿は冷たいであります。遅い！何してたのよ！そんな無意味に私的な言い訳はいいから、早く奥の席に座りなさい。それじゃあ、はい、これどうぞ。別に見てるだけにしたいのならそれでも構わないけど。何か引っかかる言い方ね。食べ物だったら何でもよかったみたいな。それ作ったのお父さんだけどね。
バカね、冗談に決まってるでしょ。別に真心も愛情も込めてないけど、ちゃんと私が作ったわよ。本当は朝の風紀検査を手伝ってもらったご褒美のつもりだったんだけどな。うるさいわね。女の責任も一緒に被るのが男ってもんでしょ。ああ、気に入らないわね。それじゃあまるで私がお弁当でむつみくんを会場しているみたいじゃないの。7割は違うわね。いいから黙ってありがたみをかみしめつつ食べなさい。何？デートの誘いなら2日前までにお願いね。それは、うん、大体はそうね。ほら、時々忘れたように顔を出す委員もいるし、それに。なんとなく教室には居づらいしね。ま、風紀委員長なんてやってるといろいろあるわけよ。紛らわしいこと言わないでよ。ちょっと何急に辛気臭く食べてるのよ。もしかして気にした？それって私に興味があると当たっていいのかな？
何よ、それ。バカ。何でもないわよ。ちょっと、むつみくん、早く答えを教えなさいよ。きぃ、何先生みたいなこと言ってるのよ。ほら、早くしないと次に当たっちゃうじゃないの。あんた、何寝ぼけたこと言ってんの？答え一つでそんなにゲットしようなんて、理不尽すぎるわよ。旦那様、せめて焼きそばパンとカレーパンだけにしてください。それじゃ、答え。やっぱり正義は勝つのだ。えっへん、私はもう自由の身なのよ。誰があんたなんかに怒りますか。